ウィリアム・プラウト、ヘンリー・ウィンダム・フィリップス・ウィリアム・プラウトは、イギリスの科学者、医師である。水素の原子量を1とすると、すべての原子の原子量はその整数倍であり、水素原子が、他のすべての原子の構成単位であるという、プラウトの仮説を提案したことで知られる。グロスタシャーのホートンの農家に生まれた。エディンバラで医学を学んだ後、ロンドンで医師として働きながら、 科学の研究を行った。生科学的なテーマに取り組み、生物の分泌物の多くの分析を行った。1823年に胃液を上流分離して、胃液中に塩酸の含まれることを発見した。1827年に、食物の栄養を炭水化物、脂肪タンパク質に分類することを提案した。1819年に、 王立協会のフェローに選ばれ、1827年にコプリメダルを受賞した。プラウトの仮説は1815年に当時、知られていた20の元素の原子量において、水素の原子量の整数倍となるという仮説で、すべての元素の構成要素として、プロタイルを提唱した。見かけの原子量は、同じ科学的性質を示す元素の同位体の存在比により変動するので、 ジョン・ドルトンイオンに始まって、レイデイリー・キョーラによって、精密な原子量の測定が進められると、プラウトの仮説は成り立たないとされた。1910年代に、フランシス・アストンによって、より同位体の存在が示され、プラウトの仮説は復活し、1920年に、アーネスト・ラザ・フォードによって陽子が発見されると、その名前は、プラウトのプロタイルに由来するプロトンと名付けられた。 ありがとうございます。